沈む夕日が眩しく走路を照らします。初頭の伊勢崎は今年2度目の G2 グランプリオートレース情報ライブ杯、前回大会の激戦から10ヶ月、今回も胸躍る豪華メンバーが揃いました。いざ決戦の時、ゼロハンです。今日も見せるかバットのごとき逃走劇、田中聡。久々の晴れ舞台、静かに闘志をたぎらせる笠原光義。10戦、前回は師匠浦田が V、今度は弟子がいただった岩下センター。 SG 優出も経験、この大会連続優出岩見隆、天才のオーラがその輝き取り戻しています。片平拓実、思想の不安を本番で一掃できるか有吉達也。激戦は望むところ、剛腕がうなりを上げる岡部聡。地元の牙城を守るべく一気の攻め見せるか高橋光。以上のメンバーの優勝戦です。ただいまより第12レース G2 グランプリ優勝戦の発走でございます。5秒を切りました。 G2 グランプリ、人気は高橋が中心、スタートを切りました。さあまずはゼロハン、どちらが行くんでしょうか。バクリスタート、そして有吉が10戦から好スタート、有吉が渾身のスタート。やや流れていったのは岩見隆、高橋光ぐ一気に来た、高橋が一気に来た、早くも10戦から高橋光ぐ、高橋光ぐゼロハンまで捉えるか。レースは2周目、高橋が早くも2番手上がりました。田中聡が3番手交代、光ぐキラー笠原が前に立ちふさがりますが、その笠原までも難なく捉える8番の高橋。高橋光ぐ1周回と4分の3で先頭。レースは残り6周回、先頭は高橋、2番手が笠原、そして3番手争いは5番の片平拓実。片平が3番手上がりました。田中が4番手交代であります。さあ懸命に食らいつく2号車の笠原光雄。笠原2番手、レースは残り5周回、高橋が先頭だ。しかし笠原も食い下がっているぞ、笠原も食い下がっているぞ、先頭に立ってから。さあ高橋光雄、ペースは上がらないのか。笠原が2番手で食らいついている。笠原もう1回攻めどころを探しているか。そして片平が差を詰める。レースは残り4周、高橋が先頭。さあ高橋越えなるか、笠原光雄。そして3番手からは片平も差を詰めてまいりました。片平が接近だ。さあ笠原光雄、チャンスがあるか、チャンスがあるか。高橋が先頭だ、高橋が先頭だ、高橋が先頭。ムーンライトでは北は増す光に一旦差し返されました。8番の高橋、さあ今度は笠原が三つぐキラーぶりを終盤戦に発揮するか。3番手が片平、その後ろ大差がついて岩下センター4番手、先頭高橋光ぐ、高橋が抑え込む、高橋が抑え込む。ペースは残り2周回、その差がじわりと広がった。笠原2番手の位置、笠原2番手で食らいつきますが、なかなか攻めどころはなさそう。その車間がじわりと広がった。片平が3番手から逆に2番手を伺う、先頭は8番の高橋光ぐ、高橋が先頭。笠原2番手ブルーブラックを迎えました。高橋光ぐ、さあどうやらビクトリーランだ。高橋が先頭、2番手笠原、片平拓実、片平拓実、片平が2番手上がってまいりました。高橋片平、同じ誕生日のこの2人が先頭2番手へと抜け出す。高橋光ぐ優勝。確定しますと今年9回目、通算130回目の優勝となります。ただいまのレースにおいて2コーナー審判員より反則審議の赤旗が上がりましたので審議いたします。なおお手元の投票券は確定まで大切にお持ちください。最終レースはお聞きの通り審議となっています。審議対象が4号車岩見選手ということで、そのまま確定するものと思われますが、確定しますと高橋選手は今年9回目、通算130回目の V です。この G2 グランプリは2度目の優勝ということになりそうです。8号2で点滅を返した優勝戦、確定しますと3連単は2番人気 17.9 倍の決着とどうやらなるようです。以上実況でお送りいたしました。そして今高橋光ぐ選手がウィニングランを行っています。西日が当たって輝いていますね。
いやーもう今年毎回見てるような気もしてきましたね本当に。それにしてもものすごい速い攻めでした、はい、早かったですね、まあ、それだけ前をやっぱり気にしていたということでしょう。行かれてしまうとね捕まえられないということだったんでしょうか。それにしてもちょっと早すぎましたね攻めが。いやもう本当にもう一気にあれよあれよのまで0番捉えましたからね。もうで一瞬の出来事のような本当一瞬です。